どうも、アイリーチャンネルです。今日はね、なぜちょっと若干上半身裸なのかと言いますと、私今増量期真っ只中でございます。だんだん体が醜くなっていってしまう期間なんですけど、約1ヶ月ちょっと増量させて、しっかりね、脂肪だけつけ、ぐーっと大きくする、一気に大きくするんじゃなくて、リーンバルクって言われる、ちょっとカロリーをしっかり計算しながらちょっとずつ増やしていく方法を今試しております。一気に増やして筋肉量バーンって増やす代わりに、脂肪もすごく増やしてしまうと次回の大会に間に合わなくなってしまうので、次回の大会の減量も加味しつつ、最低限ね、空いた期間っていうのをちょっとでも筋量が増えるようなトレーニングだったり、食事管理だったりとかして、ボディメイクをしていこうと思っています。4月16日にベストボディジャパン東海大会があったんですけど、その時僕168センチで、体重がね 54.5 キロで当日を迎えて大会に出たんですけど、絞りとしてはまずまずかなとは思ってたんですね。コンディション的には悪くなかったんですけど、今年の傾向とか今年の流れみたいなのを考えてた時に、もう少しね、僕の中では大きい方がいいと思っていて、もう少しサイズアップ、アウトラインを少し強化させたいなってところで、大会をわざとね、こう去年はね1ヶ月に1回ずつくらい出てたんですよ。それをちょっと間空けて、体を成長させる期間を作って、バルクアップ、でもそんな一気にガーンと増やすというよりも、リーンバルクって言って、体に無理なく健康的にね、大きくしていく、太らすんではなく大きくしていって、最後締めの作業で絞り切るみたいなのを、ちょっと実験っていうとあれですけど、自分の体を使ってどんどんいっぱい試して、日本大会はもう出れることは確定しているので、日本大会に向けてどういう体作りが一番自分の体に合っているのか、ボディメイクが自分の体に合っているのかっていうのを試していきながら、日本大会に挑んでいこうかなと思います。もちろん名古屋大会も全力で行くために、集中力はね、途切らさずにボディメイクをしていくつもりです。今現状がね 54.5 キロだったところから、今日がね、実は5月9日です。5月9日で約3週間経った上で、今日の朝の体重が58キロでございました。ということは 3.5 キロ増量してる状態で、もちろんこう脂肪っていうのがついていくといけないので、体脂肪率は絶対 10% を 20% 以上ならないように、今 8% くらいなんですけど、大会当日とかも 5% とか、もうほんと絞り切ると 3% とかなっちゃうんで、 3% ってまあ本当かってなるんで、まあ、5% だとしても今 8% ぐらい、 3% ぐらい上がっちゃったんですけど、まあ、食べ物だったりだとか多少ないとも脂肪っていうのはついてくるので、まあ、8% くらいなんですけど、今ね現状がねこんな感じです。しっかりね、包み隠さず僕のボディメイクを発信していこうかなと思いますので、これが今体重が58キロの体脂肪率が 8% くらいかな、 8%、9% いってないので 8% くらい状態でございます。はい、ベスボモデルジャパンに出る人たちの参考になればなと思ってます。これくらいの大きさでございます。僕はね、多分背中が僕の中では武器になっているところなので、背中こんな感じですね。こんな感じです。見てとか質感はこんな感じの、今 8% くらい、このをキープしながら体重だけ増やしていくようなイメージですかね。体重だけしっかり増やしていくので、この状態で理想は60キロくらいまでいきたい。で、60キロので増量着地させといて、減量で仕上がり体重56キロで持っていきたいので、名古屋大会ね、全力で僕行きますので、ぜひね、名古屋大会出るよっていう方声かけてください。一緒に盛り上げましょう。僕やっぱね、団体、自分が出てる団体もっと盛り上げたいし、もっともっとみんなに周知してもらいたいし、せっかく出るなら盛り上がった大会にしたいからね、ぜひみんなで盛り上げていきたいなと思ってます。もちろんね、名古屋大会出るのは絶対ぶっ倒してやるぜみたいな選手とかも、もう大歓迎なんで、仲良くしてほしいなと思うし、一緒に楽しみたいっていう人も全然しっかり一緒に楽しみましょうっていう感じなので、ぜひみんなで頑張れたらなと思ってます。なので、ちょっと名古屋大会までしっかりこういうボディメイクの発信もどんどんしていきたいなと思いますので、皆さんお付き合いください。今日の動画もね、いいなと思う人はぜひ高評価をお願いします。コメントでね、こんな動画が見たいよとか、質問は何でも受け付けてますので、その質問に対して動画が撮れるような内容なら動画も撮りますので、ぜひコメントくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこんな感じ。また、次回の動画でお会いしましょう。またね。